で今回のオーダーがその会社自体のリクルート、ちょうど新卒を採用する時期なので、そこの、就活生に向けてのインタビュー動画、インタビューじゃない、メッセージ動画を撮りたいと。はい。どんな社風なんですかとか、どういう会社なんですかみたいなのを、インタビュー形式で撮ることによって、それを受験生に見てもらって、あ、この会社行ってみたいみたいな。そんな感じの、はい、ざっくり趣旨です。自分のズームが終わりまして、ちょっとね、多分この Vlog 上がるときはまだ言えないんですけど、とあるね、監査法人さんの就活イベントというか、リクルートのね、関連動画を一緒にコラボで撮りましょうっていう企画があるので、それのチーム編成で今、ズームしてました。今後もでもこういうお話とか、うち自体も結構そういう、こだわっていきたいというか、映像とか企画とか、成果物ですね、っていうところもあって、チームビューティーなんで、やっていきます。すごい、優秀な方々なんで、個人的にはめちゃめちゃ楽しみにしてます。今後、チャンネルもそれで、多分もっと良くなると思うんで、引き続きよろしくお願いします。借金の話。世間的には借金って悪いことだっていうのがやっぱりあって、見方を変えるとレバレッジをかけるってことなんで、これ入れといた方がいいかなっていう気がしてるんですね。目的によるのかなっていうところで、いい借金悪い借金って大別した時に、いい借金ってそれこそレバレッジだと思うんですよ。自分の身の丈以上の勝負ができるっていう意味ではやった方がよくて、で当然ファイナンスにも絡むんですけど、その投資の意思決定上プラスなんだったらやった方がいいじゃないですか。で悪い借金っていうのがいわゆる消費とか浪費の部分の、要は投資リターンがないのに、要は見栄を張りたいとか、だからそういうところで使うのは良くないかなっていうのが大別したところの2つ、ギャンブルに使うとか。先の話になっちゃうんですけど、郷さんもそうだと思いますし、僕もそうなんですけど、なんかでも一周回っちゃったら全てがいい経験になるってことあるじゃないですか。なんかその借金も良かったなみたいな、そのパチンコに使ったのも良かったなみたいな、だから今があるっていう解釈もできるじゃないですか。だから究極の解釈は悪い借金ってないのかなっていうのはあるかもしれないですけどね。それもない経験をしてないっていうことがなくなるので、そういった意味ではすごいいいことなのかなっていう、ちょっとかなりポジティブですけど。でそのいい借金かどうかって判断するときは、はい、利息とあと自分が生み出せるものを比較して、はい、リターンと利息を比べて利回りが上回ってればいいという話ですね。基本的にはそうですね。ファイナンス論的に言うとキャッシュフローなんですけどね、利回りっていうかキャッシュフロー、要は100万円出しても110万円稼げるんだったらいいよね、それがすなわち利回りなんですけど、そういうふうに考えます。若い人って借金した方がいいと思います。僕はそう思います。さっき言った通り、いい借金悪い借金はあるんでしょうけど、投資リターンが読めないやつの借金最たる例が奨学金だと僕思うんですよ。でも僕は本当にしてよかったなと思ってて、したからこそその次のチャレンジを引き寄せれたというか、大学行ったからそれできたし、大学行って会計士に出会えたから今があるっていうところで、確かに大学行くことに借金するのに意味があるのかっていう議論は確かにあるんだけど、そこを超えた先には結局いいことがあるなとは思ってますね。専門学校で80万円かかるっていう話で、はい、でそれって見方変えれば減価償却して考えれば、はい、全然安いよねっていう話だったんで、それは本文に入れるんですけど、じゃあ今まとまった80万円やりませんと、そういう人って基本的にはローンを組むんですね。公認会計士の資格を取るっていうのは結構もうリターンが計算しやすいじゃないですか。しやすいですね。はい。だからそこはすごい納得するんですけど、究極の答えとしてはそれが自己投資、せめて自己投資になっているのであればとこなので、さっき言った通りキャッシュフローがプラス、もしくは利回りが回ってる、同じことなんですけど。それが読めてるんだったらそれ借金しろっていうのがいい借金じゃないですか。で悪い借金でも確かに消費と浪費の話はしたんですけど、それを無理やりこじ曲げてでもいいんで自己投資って割り切れるのであれば、言った通りいつかは跳ね返ってくるとは思いますけどね。それが言った通りたとえマネタイズできなかったとしても、人生的な豊かさというか、それが自己投資と呼べるんであれば個人的にはいいかなと思うんで、もう本当に解釈次第になっちゃうかもしれないですね、全部が。はい、短期的な視点で言うとさっき言ったとおりやっぱりプラスの話になっちゃうんですけど、やっぱ中長期的にまで広げれるんだったらやっぱ自己投資っていう枠の中で考えてもいいのかなっていう。ちょっとレジュメを作ります、早めにね。めちゃめちゃ綺麗な、うわめっちゃ綺麗、夕焼け。ガムめっちゃめちゃ夕焼け綺麗やで。伝わるかなこれ。ちょっと一回電気してみようか。これ綺麗やけどね、伝わってほしいな。伝わってる？伝わってる？これめちゃめちゃ綺麗。見えるかなあの光。例のごとく体型が合わなくなって、冬物のインナーのセーターですね、タートルネックがもう着られなくなったので、ちょっと急遽バーニーズニューヨーク行こうかなと思います。ちょっと行ってきます。到着。ギリギリ間に合った。ちょっと今から駐車してバーニーズニューヨークかでタートルネックのちょっとセーターを買います。結構仕事めっちゃしてたからちょうど息抜きになってよかったです。今前の車が入ったばっかりらしくてステイです。で最近はですね、車ではもうオーディブルで耳楽ですね、聞きながらもう移動してます。なのでこれで移動しながら勉強もできるという形でやってます。ちょっとインナーね、インナーを買います。あれ近くかい。8万するってせっかくもう六本木に来ちゃったので軽くご飯を探したいと思います。3着買って2着は他店からサイズ取り寄せで送ってもらいます。セーターもなかなか値段するよね。あ、こっち。よいしょ。到着。ではまた家で引き続きレジュメ作りをしたいと思います。